お世話になっております、マサルです。今回は拡張ピングとトレースルートについて一緒に勉強していきたいと思います。両方とも実務でよく使う技術なので、試験に関係なくしっかり覚えておくと役に立つと思います。それでは始めていきましょう。今までの動画では PC からピングを行ってきましたが、シスコの機器でもピングを使うことができます。シスコ機器では標準ピングと拡張ピングという2つの種類のピングがあります。まずは標準ピングについてお話しするところから始めていきます。標準ピングはユーザーモードと特権モードで実行することができます。コマンドはピングの後ろに IP アドレスかもしくはホスト名を指定します。コマンドの説明ではこのような縦棒をよく見ます。この縦棒はいずれかを表しています。なので今回は IP アドレスかもしくはホスト名どちらかということを表しています。なおホスト名で宛先を指定する場合はホスト名から IP アドレスを名前解決できる必要があります。では早速パケットトレーサーを使って標準ピングから行ってみたいと思います。では手順に沿ってやっていきます。まず手順1です。ルーター0から今回はサーバー0に向けて標準ピングをまずは行ってみます。ルーター0を選択して CLI のタブからピング 192.168.4.1 サーバー0の IP アドレスを指定します。では実行します。はい、実行完了しました。ではこの実行結果を詳しく見ていきたいと思います。まず宛先 IP アドレス 192.168.4.1 に対して ICMP のエコ要求のパケットを送っていることがわかります。実行回数は5回でデータサイズは100バイトというふうになっています。次はタイムアウト。タイムアウトは2秒になっているので、2秒以内に応答がなければ応答なしという結果になります。この記号では実行結果を表しています。ピリオドのマークは応答が一定時間内に受信できなかったことを表します。びっくりマークは応答が受信できたことを表しています。今回は5回のうち2回が応答なし、3回が応答があったということなので成功率が 60% ということになりますね。最後に時間に関する情報が書かれています。今回5回ピングを実行して最小、平均、最大の値がこのように記載されています。最小が0ミリセック、平均が0ミリセック、最大が1ミリセックということですね。あとはたまにここの実行結果が U マークになっている場合もあります。 U のマークはデスティネーションアンリーチャブルの受信、つまり宛先到達不能が返ってきたことを表します。では次に拡張ピングについても見ていきましょう。拡張ピングは特権モードで実行します。標準ピングと違ってピングとだけ入力してエンターを押します。すると対話的にパラメータを入力する画面に遷移します。では実際に拡張ピングを行ってみたいと思います。先ほどと同じようにルーター0からサーバー0に向けて拡張ピングを行います。ルーター0を選択して、拡張ピングはユーザーモードでは実行できないのでイネーブルで特権モードに移っておいてください。特権モードでピングとだけ入力してエンターを押します。すると拡張ピングの対話がスタートします。現在は IP を使った通信が主流なので、よほどの場合でない限りは IP になります。デフォルトの設定値でいい場合は特に入力をする必要はなくエンターを押してくれれば大丈夫です。ターゲットの IP アドレスを入力します。今回はサーバー0の IP アドレスを入力します。サーバー0の IP アドレス 192.168.4.1 が入力できたらエンターをします。次は実行回数です。デフォルトは5回になっていますが、今回は10回にしておきましょう。次はデータのサイズです。デフォルトは100になっていますが、今回は少し大きめの500にしてみたいと思います。次はタイムアウト。タイムアウトはデフォルトで2秒になっていますが、今回は短めの1秒にしてみたいと思います。 Extended Commands というのはこの後に詳細な設定を行うかどうかということを聞いています。デフォルトは No です。今回はせっかくなので Y にしてどんな詳細情報を設定できるのか見てみたいと思います。詳細設定の中では例えばソースのアドレスもしくはソースのインターフェースを設定することができます。ルーター0は今回の場合3つの IP アドレスを持っています。 192.168.1.2 と 192.168.5.1 と 192.168.2.1 です。
どの IP アドレスを送信元にするのかを選択できるということですね。今回は 192.168.1.2 を送信元にしてみましょう。入力ができたらエンターをします。送信元の IP アドレス以外にもタイプオブサービスで優先度の設定ができたり、フラグメントの設定ができたり、応答データの検証設定ができたり、データパターンの設定ができたり、 IP ヘッダーのオプションが設定できたりします。主に詳細設定で使うところはここのソースアドレスですね。障害の切り分けなどを行うときに送信元 IP アドレスを指定して通信することで結果を確認することがあります。最後の項目では送信するパケットのサイズを変更するかを聞かれますが、これはデフォルトでノーになっているので、デフォルトのノーのまま実行してみたいと思います。ここまで設定ができたら拡張ピングを実行します。実行結果がこのように出てきました。結果の見方は標準ピングと同じ見方で大丈夫です。では次にトレースルートコマンドについても話していきます。トレースルートは特権モードで利用するコマンドです。コマンドはトレースルートの後に IP アドレスもしくはホスト名を指定します。トレースルートもかなり実務で利用するコマンドです。ピングコマンドでは相手と通信できるかどうかを確認することができましたが、宛先の経路が複数あった場合にどの経路を通っていたのかが分かりません。そこでトレースルートを使えば経路を確認することができます。トレースルートコマンドは IP ヘッダにある TTL を利用します。 TTL というのは生存期間を表すフィールドです。ルーターを通過するたびに1ずつ減っていきます。そして TTL が0になったら破棄されるといった仕組みになっています。パケットを破棄したルーターは送信元に ICMP 超過パケットを送信元に応答します。具体的にトレースルートコマンドの流れを見てみましょう。まずは TTL を1にして宛先にエコー要求を送ります。最初のルーターを経由するときに TTL が1から0になるのでパケットは破棄され、超過パケットが送信元に返ってきます。この超過パケットを返してくれたルーターが最初のルーターであることがわかります。その後 TTL を2にしてトレースルートが実行されます。 TTL が2なので最初のルーターを通過するときに TTL は1になります。次のルーターで TTL が0になり、超過パケットが送信元に返ってきます。超過パケットを返してきたルーターが経路にある2番目のルーターであるということがわかります。このように TTL を一つずつ増やしながら通信し、最終的な宛先に到達するまで繰り返すことで、宛先までに経由するルーターの IP アドレスを確認することができます。それではトレースルートもパケットトレーサーを使って実施してみましょう。ルーター0からサーバー0に向けてトレースルートを行って、上の経路で行っているのか下の経路で行っているのかを見てみたいと思います。ルーター0をクリックして CLI のタブからトレースルート 192.168.4.1 と入力してエンターを押してください。すると実行結果がこのように出てきています。最初のルーターが 192.168.2.2 192.168.2.2 は IP アドレスはここですね。なので上の経路に行っているようです。2番目のルーターが 192.168.3.2 ここのルーターの IP アドレスですね。最後が 192.168.4.1 でサーバーの IP アドレスになっています。なのでルーター0はこの上の経路を使ってサーバー0まで通信していることがトレースルートで分かりました。このようにトレースルートを使えば複数経路があるときにどっちの経路を使っているか調べることができます。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は拡張ピングとトレースルートについてお話しました。拡張ピングのお話をする前にまずは標準ピングから見てもらいました。標準ピングはどのモードで実行できるかというと、標準ピングに関してはユーザーモードでも実行できます。あとは特権モードですね。ユーザーモードか特権モード、どちらでも標準ピングは行うことができます。コマンドはピングの後ろに IP アドレスかホスト名を指定します。拡張ピングは特権モードでしか実行することができません。どのようなコマンドで拡張ピングを行うかというと、拡張ピングはピングとだけ入力してエンターを押せば、それ以降は対話式にパラメータを入力することができます。拡張ピングのパラメータも一緒に見てもらいました。次はトレースルート。トレースルートは特権モードで実行します。コマンドのトレースルートという綴りはぜひ覚えておいてください。このような綴りになっています。
トレースルートの後ろに IP アドレスかホスト名を指定します。トレースルートでは IP ヘッダのあるフィールドを利用して実行していました。どのフィールドだったかというと TTL ですね。この TTL もしっかり覚えておきましょう。トレースルートを行うことで複数の経路があるときにどちらの経路から行っているのか分かるようになります。はい、それでは今回は拡張ピングとトレースルートをテーマにいろいろと一緒に勉強してみました。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。